来ました。あまり年とか健康の話をしないようにして、はい、ギターの話とか音楽の話をしようかなと。あ、いい心がけですね。そういうスタイルでちょっとやっていこうと思ってるんだけど、はい、あれだろ、ギター始めた頃って、はい、いくつぐらいだと。僕は14歳ですね。14歳、ということは中学校の2年生に軽音楽部っていうのはロックバンドをやっていいよという学校のクラブがあったんですよ。ほうほうほう。そこで当時ですね、すごいブームだったのが、高中正義さんだったんですよ。高中正義、はい、ブルーラグーン。ブルーラグーン、はい、あ、そっち系なんだ。で、そのコピーバンド で僕じゃんけんで負けまして、はい、ベースになったんですよ。ほいほいほい。で、もう一生懸命頑張って何曲か高中さんの曲はコピーできるようだったんですけども、うん、アイアンメイデンのキラーズって曲あるじゃないですか。はいはいはい。それをベースって指で弾くもんだと僕思い込んでたんですよ。うん。で、
キラーとか全く弾けなくて、うん、ギターはピック使うから楽かなと思って、はいはいはい、それでギターにチェンジしたんですよ。なるほど。それで今に至るね。そうですね、あの一番大きかったのが、うん、その頃にあのオジー・オズボーンのミスター・クローリーを聴いて、はいはいはい、もう死ぬほどコピーしたんですよ。でなんとかあの、まあ、当時のレベルなんで大したことないですけど、あのソロも最後まで弾けるようになったんですよね。でもそれからはもうギター一筋ですね。そうなんだ。俺もね始めたのが中2の時だから、中学2年の時に俺の時代はね、キスが流行ってた。ああ、キス、僕が音楽をもともとやるきっかけになったのが、キスの NHK のライブだったんですよ。はあはあはあ、それを見て、それ小学校じゃないの？小学校ですよ。それね、はい、77年のライブが78年に、はい、なんか放送になってる。違う、77年のライブが放送になったのか。で、親に頼み込んで、うん、当時日光のお茶沼ショッピングだったんですよね。ほいほい。それで結局ムスタングなんですけれども、はいはいはい、ムスタングとアンプと教則本の3点セットで1万980円というのを親に買ってもらって、うん、それでムスタングでミスタークローリー弾いてました。へえ。日光の通信販売というかお茶沼ショッピング。はい。結構雑誌とかに昔広告が載ってたのよ。ああ、載ってましたね。うん。で、俺の時はまだテレビのそういうのやってなかったから、はい、雑誌、ニコの通信販売っていうのも雑誌しかなくて、はいはい、アフロヘアの兄ちゃんがストライプの入ったムスタングを、あの、なんか泣き顔で弾いてる絵、はいはい、写真、はい、あれの印象しかないんだよ。ああ、なるほど。だから、お茶のショッピング的なのがあったことを今初めて知った。ああ、なるほど。うん。僕の時にはちょうどあって、うん、まあ、それで通販でムスタング買ったんですけども、うん、まあ、その後誕生日プレゼントで、うん、次に買ったのがいきなり、うん、マイケル・シェンカーモデルのフライング V の白黒のやつ。はい。それもすごいね。で、V って座って弾くと難しいじゃないですか。まあね。で、V 座って弾き続けてたら、うん、股ずれを起こしたんですよ。あ、そう。はい。それで、V がもうダメだと思って、友達に売って、グレコのレスポールカスタムですね、はい、モデルを、はい、買ったんですよ。今日はあれだよね、なんか違うギターがいる。そうですね、普段は本当は、去年までは、うん、テレキャスがメインで使ったんですけれども、今年からこのギターで行こうかと思って。これ、喋る？これはですね、クレーマーですね。はい。クレーマーというと、やっぱ80年代メタルの。あ、もう80年代メタルの大信者でしたね、僕は。だから、もうその時代のギターだなと思って、はい、懐かしいの持ってきたな、みたいな。ああ、なるほど。いや、もう LA メタルにもうハマっちゃって、うん、高校入ってからはラットとか、ラット、あと日本で言ったらちょうどジャコメタブームが始まったんですよ。はいはい。で、44マグナムさんとかアッシェイカさんのコピーバンドで、で、高校から、まあ、地元に音楽サークルというかイベントだったりがあったんで、うんうん、そこに高校の時から頻繁にライブをさせていただいてたんでね。はいはいはい。結構恵まれてる。恵まれた町だったと思いますよ。え、どこなの出身？赤平なんです。赤平で、後に、うん、実は苦情が入ったんですよ、僕ら。はい。僕らが初めて、うん、秒付きのリストバンドとかして、はいはい、ジャパメタとかラットを演奏したおかげで、はいはい、後輩がすごく影響を受けちゃって、うん、それから一気にジャパメタとか、ヘビーメタルですね、うん、コピーをするバンドが増えたんですよ。はい。それまではポップスが主流の街だったんですよ。で、はい、後ほど石塚、お前のせいでメタルだらけになったんだからなっていうふうに、イベント団体の主催者の方から怒られました。じゃあ赤ビラをメタルの街にした張本人。そうらしいですね。へえー。
今日もほらチューニング一応下げとか言われたから、はい、うちにファントムで使ってるフライングぐらい調整なんだけど、はい、さらにドロップ C まで下げたんだから。ああそうなんですか。そうだからちょっと違うなと思って。ああなるほど。しかもこの狭いところにフライング V 持ってたら大変なことになるから。あそうですよね。だからね今日わざわざこれ違うギター引っ張り出してきて、はい、あの一音下げギターを作っちゃうの。ありがとうございますだからああもうメタル、そっかメタルなのかと思って、はい、でどんな音出るのかなと思って意外とクリーントーンでね。そうですね、基本的に昔読んだ本の影響で、うん、あの歪みやピッキングで作るもんだっていうことが書いてあって、うん、で結構それを真面目に実践してきたんですよね。なるほどね。俺はね、なんかそういうのがさ、あの頃ってさ、今みたいにさ、なんていうの、インターネットも何にもない頃で、はい、情報がさ、なかったじゃん。ないんですよ。例えば、うん、僕の学校で真面目に流行って真剣にみんなで流行ってあったんですけども、うん、サーフォルドハイウェイスターあるじゃないですか、はい、早弾きの部分で、はい、ユニゾンがあるじゃないですか。早弾きのユニゾン、あ、タカ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 って、はい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 、そうですそうです、うん、あれって実はピック2枚使ってるらしいぞっていう噂をみんな真剣に信じてたんですよ。なるほど、はい、それはさすがになかったな、俺の時は。だから僕の世代は好きなアーティストの、うん、ポスターを壁に貼るのが流行ってますね。ああ、うちはね、レッド・チェッペリンのポスター貼ったっけ。ああ、僕、チェッペリンもかなり好きでしたね。チェッペリンとね、も入り口がキスだから、はい、キスのポスターもいっぱい貼ってあるんですよ。はいはいはい。で、何のかの雑誌を買った時に、折り込み付録で、はい、レッド・チェッペリンのポスターが入ってて、はいはいはい、それ見た時に、なんかすっごい大人に見えたの。あ、はいはい、大人のバンドに見えて、これ貼っとくとちょっと大人っぽいかなと思って、あ、なるほど、レッツ・ゼペリン貼ったんだけど、その時はレッツ・ゼペリン自体が 何なのかよく分かってなくて、はいはいはい、まだ中学生ぐらいだったので、はい、でこのバンドどんなバンドなのかなと思って、友達のとこ行ったら友達の兄貴がゼペリンファンで、はい、レコードいっぱい持ってて、はい、で聞いて、うわかっけえと思って。あ、僕はセーザーで語ったアルバムあったじゃないですか、うん、あれでもうノックアウトされちゃって、あ、セダルだね。だからパープルかテッペリンか当時両極端に置かれてたんですよ。だから僕全然、はい、これ入ってるんですよね。そうです、ね、パープル行かなくてテッペリンが反応だったんですよ、ね、そういえばプレイスタイルがそうだよね。あんまりディープパープルとかリッチっぽくないもんね。そうですね。ただレインボーはコピーしたんですよ、かなり。アイサーレンダーとか、あの辺はやっぱりコピーしたんですよね。キルザキングとか。俺はね、もう当時はもうめちゃくちゃジャンル問わず、とにかくギターを弾ければいいみたいな感じで、いろいろコピーしてましたね。うん、結構あれだな。何て言うか。ギター買って、コピーしたのキッスがやりたくてフライングブー買ったんだよね、はいはい、フライングブーを買ったはいいんだけど、キッスの曲ってなんかコピーするにはちょっとつまんなくて。ああ、なるほど。結局ディープパープルのコピーを一生懸命やったんだ。ああ、でそんな時にレッド・ゼペリンを知ったので、はい、なんか結構中学3年ぐらいでごちゃごちゃだったけど、はいはいはい、うん、札幌にいたから多分そこそこ情報はあったと思うんだけど、はい、でもね、なんかやっぱ物を知らないというか、ワウとファズ間違って買ってきたりとか、ね、僕なんかひどいですよ。最初に買ったエフェクターが、うん、オーバードライブと間違えて、うん、コンプレッサーですからだから買って踏んだ瞬間に、うん、音は変わんねえじゃねえかよみたいな、そうだね、激しい怒りがあってその後コンプレッサーというものは全然違う使い方をするっていうことを知ったんですよ。ほうほう、なるほどね。結局俺もそのファズを買いに行ったのに、はい、
あの秒速本持って見てたの、はいはいはい、だから写真が入れ違ってたの、ワウとファズの。あ、だからファズのとこにワウの写真があって、ワウのとこにファズの写真があって、はいはいはい、俺それを見て、あのペダル型のワウ、ワウペダルがファズだと思った。あ、なるほど。だから楽器屋行って、これくださいとか言って、はい、あの商品名とか言わないで、ショーウィンドウに飾ってあるワウペダルを指さしてこれくださいって、はいはいはい、そしたら店員さん当然それ出してくれて、はい、どうぞって買うじゃん、はい、いくらだって1万9800円へえ。何買ったと思う？まあワウペダルなんだけど、ボックスじゃないですよね。そう、ジェーンのクライベイビーだった。ジェーン、はいはい。そう、昔あのボックスよりも、うん、ジェーンとクライベイビー使っている人の方が多かったんですよね。そう、まあもともとはトーマスの基盤だから、全部、はい、でトーマスで作ってるやつを、はい、ジェーンとかボックスとか、はい、トーマスとかが、はい、もう使い回ししてて、はい、で、あれ開けたことあるわけでもなく、あります。あ、基盤にさ、メイドインイタリーって書いてなかった？はい、書いてました。書いてるよね、はい、あれね、全部イタリアで作ってるんだって。そうなんですか。あの当時のやつ、で、同じ基盤を使って、はい、そのジェーンとボックスとトーマスと、はい、3社が同じ基盤使ってるの。ああ、そうだったんですか。そう、へえ。だから60年代とか70年代初期のワウペダルがどれ、どこのメーカーの何かっても同じ音だったらしい。あ、そうなんですか。噂によると、へえ、うん、その当時俺はワウペダル、で俺はワウペダル買うなんていうのはもう78年とか9年とか、はいはいはい、ね、その頃だけど、その全部同じ音がしてた時代のワウペダルは68年とか9年とかだから、へ、10年違うわけじゃん、はいはいはい、だから俺は実体験としてはないんだけど、はい、噂によるとそういう噂を聞いたんで。あ、そうなんですか。だから結局何買っても一緒かみたいな。ああ、僕はあのワウペダル恐怖症のところがありまして。なんで？あの自分のボードでもあの使ってるんですけれども、うん、あの昔僕トラットってバンドやってたじゃないですか、はいはい、ライブ中にワウを踏んで、うん、足がつってライブが中断したんですよそれ以来、うん、あの一部でワウを使うのは大丈夫なんだけども、あの楽曲としてワウをあの踏むのは怖くなってしまったんですよ。うん、足つるかも。はい、あのその時はライブ15分あのストップしました。あ、それさ、ガチャって踏むからでしょ。そうです、そうです。モーリーの倍腕にすればいいですか。あの今そのモーリーのあのバイワーのミニ傘使ってるんですよ。ほうほうほう、はい、あれガチャってやらなくていいからさ、はい、あれはあの生意やイメージの場合には、うん、あの音質的にあのそのこのボックスに近いというか柔らかいニュアンスなんですよ。そうそう、あれね、何タイプかあるの。あ、そうなんですか。うん、あのね、ロット違いなのか年代違いなのか分かんないけど、はい、今のバイワーってさ、あのペダルの表面真っ黒じゃん、はいはい、ゴムイタだけでさ、はい、昔のやつさ、途中にモーリーってロゴ入ってたの覚えてる？あ、覚えてます。あのロゴの色が3種類あるの知ってる？あ、知りませんでした。初期のロゴは白の。あ、そうなんですか。で、次のロットが薄いピンクの、はい、で、最後のロットが赤の。あ、僕赤の持ってましたよ。で、その後がロゴなくなって、はい、ゴムだけになるんだけど。おお。そう、で、それぞれで音違うんだよ。はいはいはい、若干だけど。で、後半になればなるほどかかり方が派手になるらしい。あ、そうなんですか。うん、で、俺今のそのロゴなしの倍盤を持ってないから、はいはい、俺持ってるの白とピンク赤。はいはいはい。で、白とピンク赤とそれぞれ使ってみたんだけど、はい、あのやっぱ音違うんだよ。あ、まあ、個体差なのか、はい、その世間で言ってるそのロット違いによるですね。で、定数が変わって音が変わってるとか、はい、どっちなのかは知らないけど、はい、確かに3つとも音が違ってて、あ、うん、かかり方も全然違うし。僕はあの音の柔らかいワウペダルが好きなんですよ。あのジェーンだと、うん、結構キンキンしちゃうじゃないですか。そうね、はい、で、だからその後はずっとあの何年間もあのトラックの時もボックスのワウを使ってますよ。あ、俺ね、最初に買ったのがジェーンのスーパークライベイビー、はい、そのファズと間違って買ったやつ、はい、
うち大きなってきて、ハズだと思ってガチャって踏むじゃん、はい、歪まないでキャーってなりましたから、はいはいはい、ハズってこんなもんだったっけと思って、あ全然歪まないとか思いながらやってたんだけど、でペダルほんとちょまちょまってるじゃん、はい、ちょまちょまってる、いやこれはなんか違うと思って、はいはいはい、ってやってそれがワウだと思ってたんだけど、はい、ワウ、ワウっていうかファズか、ファズだと思ってやってたんだけど、それがファズじゃなくてワウだっていうことに気づいた時に、はい、ちょっと使いづらいなと思ったんだよ、あーなるほど、キンキンしてて、はい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 、でどうせワウを使うんだったって、まあ、ちょうどマイケルシェンカーがあったの、はい、時期的にシェンカーが大体あのジェーンのベイビー使ってたじゃないですか、そうそうそう、でマイケルシェンカーはそのワウペダルを使ってるよっていう情報がヤングギターがなんか載ってて、あ、はいはいはい、で、あれは MSG のセカンドが出たと思うかな、だから80年、79年か80年代にセカンド出るじゃん、はいはい、MSG、はい、でその頃に俺ね、マクソンのブルーバーを買ったのよ、お店で、あのワウペダル何台か、そのジェンジは、まあ、ジェンは自分で持ってるけど、はい、あとドックスとか、はい、あと古いトーマスとか、はい、あと当時だったらグラトーンとか、あ、はいはいはい、あとマクソン・ブルバーと、はい、あとコルグのワークだろうとか、あ、ありましたね、はい、なんか変な形のやつ、ええ、そこら辺のそのちょっと並んでるやつをいくつか試して、はい、一番良かったのが、はい、マクソン・ブルバーだった、ああそうだったんですか、音もうるさくないし、はい、まあ、若干甘いというか、はいはいはい、ソフトな感じだけどちゃんとかかりも、かかりはかかりとしてグッとかかる、はいはい、俺それをね何年使ったの、5、6、7年ぐらい使い倒して、ね、ね、はい、でとうとう壊れて、はいはいはい、でもう一丁買おうと思ったらもうブルバーなくなってた、あそうなんですか、うん、お生産中止というかもう売ってなくて、はい、で中古で買うしかなくて、はい、で中古もなかなか出なくて、はい、でたまに出てもなんかちょっとニュアンス違うから、はい、ダメやねみたいな感じになって、おで修理に出したんですよ、壊れたマクソンブルーバー、はい、そしたらさ、あのポットがダメで、はい、交換されたら音変わっちゃって、はい、でそのまま使わなくなっちゃった、あそうなんですか、うん、その後買ったのが多分今のジムダンロック、はい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 、ボックスに比べてジムダンの方がなんとなくそれっぽかったから、そうですね、はい、でジムダンのやつを買った、はい、でジムダンもずっと使ってたんだけど、はい、なんせほら足でさバンバン踏むから、はい、すぐ壊れるよね、あそうですよね、うん、はい、スイッチとかさ、はい、ボットとかすぐダメになるから、はい、ワルペダルだけどものすごい買ったのよ、ほんで30代の半ばぐらいの頃にもうダメだと思って、はい、壊れないのないかなと思ったら、あスティーブ・ファイ使ってるやつあれポットもないし、はい、スイッチもないから、はい、壊れるとこないと思って、はい、しかもバネついててこうなんていうのガチャってやらなくていいし、はい、これだと思って、はい、でそのモーリーのバイワンを買ったらえらい調子が良くて、はいはいはい、それ以来ずっとそれ、ああ僕もそんな感じですね、ワウペダルはもう何台買ったか分かんないですね、ね、これワウペダルと歪み系のエフェクトは本当死ぬほど買ったから、ああ多分ギタリストってあの大概そうだと思いますよ、あの歪み系とワウペダルは、うん、みんなあの何回も買い替えてると思いますね、いや何回もどころかさ、なんか同じやつをたくさん買ったりとかしなかった、あしました、で買ってくるために音違うじゃん、はい、個体数があってさ、はい、前買ったやつよりこっちの方がなんかペラペラしてるなとかさ、はいはい、こっちの方がちょっと太いなとかさ、はい、あれやってるってキリがなくて、俺ね、オーディワンだけでも 4,5 台買ってるんだよね、あ、そうなんですか、うん、初期予想持ってるんですか、まだ今手元に残ってない2台しか残ってないけど、はい、どっちも銀ネジだから、あ、めちゃくちゃプレミア感つくじゃないですか、あでもね、クワットじゃないから、はい、普通 の, あの4558のタイプだから、はい、そんなに高い、それでも3万ぐらいするのかな、あやっぱしますよね、それで、ね、今はね、はい、あと SD-1 もね、はい、もう10個ぐらい買ってると思う、ね、あそうなんですか、うん、へえ、で大体これはダメだとか買って、はい、誰かに売っ払って、はい、次のやつを買って、はい、しばらくそれで我慢してるんで、やっぱりだんだん不満になってきて、はいはいはい、改造して、はい、
良くなったぞとか思っても、はい、今度改造した音もだんだん気に入らなくなってくる、ね、あ、はい、時間が経つとさ、はい、でも友達とか聞かせると、はい、それいいなっていうのは、じゃあ売っちゃえるよっつって、はい、友達に売ってまた自分違うの買ってる、はい、あ、なるほど。だからもう多分 10台近く買ってると思う。SBO に関しては僕は歪み系はマクソンから何かや、とにかくあらゆるものを試して、うん、で、トラトンの時にやっと安定したのがフルトーンなんですよ。あ、フルトーンなんだ。はい、フルトーンの青バージョンですね。フルドライブ、はい、水色の、水色とか青っていうか、はい、センターにシッシッと、オーバードライブをかけても、うん、原色があまり変わらないじゃないですか。うん、そうです。 あれが好きで、フルトーンに落ち着いたんですよ、うん、実はね、俺今もフルトーン使ってる気が。あ、写真見ました見ました、うん、あれなかなかいいよね。いいですよね、うん、あれすごく使いやすくて、ストラトのソフトケースのポケットに1個入れたら、あ、そのぐらい俺的にはちょっといい感じだったから。あ、そうですね、フルトーンは、うん、ワオも買ったけども、いろいろ買ったんですけど、何使ってもいいですね、フルトーンは。あ、そうなんだ、はい、もうさ、ずっとね、これはいいなと思って使い続けてるフルトーンってあんまないでしょ。あんまないですね、僕の場合フルトーンだけですね。そう、俺ね、エキゾチック、あ、はい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 、RC ブースター、はい、白いやつ、はい、あれいいなと思って、はい、あれは使い続けてるね、買ってる。あー、なるほど。ずっとあれだけは必ずずっと足元に。あ、僕も一時期使ってましたよ、 RC ブースター、はい、白いやつ、白いやつ。あ、なんか黄色とか赤とか色があるんです。あります。あれの中でさ、白が一番歪まないらしい。そうなんですよ、そうなんですよ。でそれで買ったんですよね。そうそうそう、俺もそれ買って、あ、これいいと思って、はい、それで、ね、今もずっと使ってる。へ、今も使ってる。それは今日は、まあ、こういうとこだから持って帰らないけど、普段使ってる大きいボールには、はい、RC ブースターがまず入ってる。あ、 RC ブースター来て、モーリーの場合は入って、はい、で TDC の005と007に入って、はい、でこのズーム G3、はいはいはい、になって、最後にボスのボリュームペダル、はい、通って出力みたいな。あ、そういう。僕はもう EP ブースター、うん、あれに出会ってからもう欠かせないエフェクターになってしまって、うん、でぶっちゃけ対外のところにあるマーシャルって、うん、やっぱりみんな使うから音圧がないっていうか下手っちゃってるじゃないですか、はいはいはい、なので、EP ブースターのメーカーのコンプレッサーを買って、うん、そのコンプで音圧感を落とすようにしてフルドライブ踏んでるんですよね、うんうんうん、俺はもう最近自分のアンプ以外使わなくなっちゃったから、だから、1959と、はい、1987ヘッド、はい、とキャビネットは LTS34 です、はいはいはい、を、まあ、大体大音量やるときはその組み合わせで、はい、1959ももうオーバーホールして、はい、ほぼほぼ完璧に近いから、はい、改造したんですか。あ、そうなんですか。マスターボリューム、はい、4つ穴なのに、はい、マスターボリュームだった。すごいすごい使いやすい。ああ、そうですよね、うん、でね、電圧も US 仕様にして、はい、117V ですよ、はい、だからすっごいクリーン。おほとんど、まあ、歪むんだけど、はい、そんな歪まない。お、予想よりもクリーンっていうか、はい、だからあんまりこうボリューム上げないでさ、はい、ちょっとしただけでやると本当にクリーンな音がするから、おすっごい使いやすい。あ、いいっすね、うん、僕アンプはマイアンプは持ってるけどもヘッドだけなんですけど、うん、毎回 PB の5150だったんですね、はいはい、5150のね、いいアンプなんだけどね、俺には重たくて。ああ、重いっすね、あれは、うん、マーシャルに比べたらさ、こいつの方が重いじゃん。あ、全然重いっすね。ヒューケットのさ、キラキラヘッドも重いじゃん、はい、ヒューケットはそもそもつまみが多すぎて、うん、使い方わかんないんですよ、僕。わかる、それ俺もあれ3チャンネルあるんだって、ね、だからどこをどういじっていいのかわからなくて、しかもなんかさ、普通トレーブルとかミドルとか書いてあるのに、はい、
あれどこに書いてあるかも分かりづらい。そうなんですよ。書いてあるんだけど、本当に分かんないじゃん。分かんないです。つまみはなんかコロンとしてはついてるんですけど、メモにもどこにあるのか分かんないです。分かんないです。どうそれがあってメサブギとかも使いたくないんだよ。メモにどこにあるのか分かりますよ。メサブギ僕に、特にレクシーファイヤー。レクシーファイヤー。あの、すごい苦手です。そう。だってなんかさ、ただの金属のつまみだからさ、はい、どこにメモリがあってるのかも分かんないし、あこうなんかあーとかなっちゃって、そうですね。なんかね、別に音を聞いてればいいんだけど、はい、問題ないんだけど、はい、人間が古いところは数字ついてないと安心できないっていうかさ、数字見てさ、あ今 3.5 ぐらいだなとかさ、はい、このぐらい下げたらどうなるのかなとかっていうふうに考えちゃうから、はい、メモリがないと今どうなってるのかなと思った瞬間にもう取り留めない感じがする。ああ、なるほど、わかります。わかりづれーとか思って、はい、レクシとかは、ね、いい音するなと思ったけど自分で使おうとは自分で使いこなせなかったですね、僕は、うん、俺もあれはちょっと苦手だった。僕が一番好きだったアンプはあのマーシャーの JCM2000 だったんですよ。へー。で、それ持ってたんですけど、なぜか515万に買い替えてしまって、今思うとすごく2000が恋しいっていうか、後悔してるんですけど、2000もあの作ってないじゃないですか。作ってない、作ってない。はい、だからもう2000が欲しいんだけども、もう今諦めてるというかですね。今あの系列の普通の JVM でしょ。JVM だと2000とやっぱ違うんですよ。違うんだ。違いますね。俺はもう四つ穴しか最近興味ないから。なんか JVM ってぶっちゃけ言うと言ってんのかわかんないけど、あんまりマーシャルの音しないんですよ。電子的っていうか、なんかシミュレーターみたいな。そんな感じですね。だから箱内感はあんまりないんですよ、ね。ないね。はい。四つ穴にやっぱ最終的には行き着いたかな。一番最初に自分でマイアンプで買ったマーシャルって JCM900 なんだ。900はあの B チャンネルの歪みが結構しょぼいじゃん、はい、ペランペランな感じっていうの紙破りだみたいなことしてて、はい、あんま良くねえなと思って、あで A チャンネルをフルで上げて、はい、でそこにエフェクターで歪ませてみたいな使い方をよくしてたんだけど、はい、なんかやっぱちょっと足りない感があるんだよ、900って、はい、いまいち。そうですね。できってないっていうかさ、何なのかなと思ったんだけど。で僕、900苦手なんですよ。でも900がさ、あの当時一番手に入りやすかったし、そうなんですよね。安かったしね、はい、10万そこそこぐらいって。で、あの今、どこのライブハウスでも、うん、特に札幌の場合だと、あのおうちのマーシャルは大体900ですね。そっか、そういえばそうだね、はい、ただ900ってすごいいっぱい種類があって、うんうん、すごいいい音も出る900もあれば、うん、すごい下手った音しか出ない900もあって、うんうんうん、使用頻度というよりも、うん、製品の違いで音が違うみたいですね。俺はね、俺の買った900はあのデュアルリバーブ、はいはいはい、で 6L6 の、はいはいはい、パワー感が、はい、のタイプのやつ、はい、6L6 じゃないかな、5885とかって、はいはい、5888だっけ、忘れたけど、なんか要は EL34 じゃないやつ、はい、それってあのいい音する方の900だと思いますよ。あ、そうなんだ、はい、でそれをしばらく使ってたんだけど、はい、なんか飽きちゃって、はい、ヘブズスタジオに売っ払ったんだよ。あ、そうなんですか、うん、いらないっつって。あ、でその後に来たマーシャル何だったかな。その後のマーシャルは、あ、覚えてねえな。もう一台何だったかな。多分ね、それこそ2000だったような気がする。あ、そうなんですか。マベリックの頃に2000使ってたから。マベリックのツアーとかは全部2000です。2000のクランチチャンネルがすごいいいんですよ。はいはいはい。あれでもうノックアウトされて、2000はさ、DSL と TSL あったでしょ。あ、TSL です。TSL でしょ、はい、トリプルスーパーリーズでしょ。そうですよ。俺もそれ使ってたの、はい、2000の TSL 使って、あれさ、やばくない？やばいです。ていうかさ、壊れない？壊れます。壊れたのもあって、うん、515までに変えたんですよ。そうなんだ。あれね、
スピーカー出力の基板焼けたんだよ。あれ、そうなんすか。うん、で、煙出たから、はい、何事だと思ったら、見たっけ、スピーカーアウトのさ、はい、あのジャックがついてるところの、はい、であれってさ、今時アンプだから、はい、基板に全部乗っかってるじゃん、部品が、はいはい、基板焼けちゃって、はい、煙出て、はい、で、なんだこれと思って、はい、で修理出したの。修理から帰ってきた時に、昔のアンプじゃないから、はい、生音で大音量出すように設計されてないっていう。ああ、そうだったんですか。そう、だから適度な音量にして、あとは PA 任せにするアンプだって言われて、はい、あ、そうなんですか。でそれをね、四つ穴のように、はい、生音でフルボリュームとかやるもんだから、はい、基板焼けちゃったんだって。ああ、それで、ね、こんなアンプじゃツアーで持っていけねえじゃんと思って、はいはいはい、でやめた。ああ、そうだったんですか。でその後に四つ穴に戻して、はい、で、まあ、歪ませんならエフェクターで歪ませようって、はい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 、どうせクリーンなサンプ使わないからさ、はい、マメリカーというか、はいはいはい、だから最終的にはなんか四つ穴にあのボスのディストーション、はいはい、でなんか歪ませてるような記憶がある。お、違ったの、それマメリックの後かな。マメリック辞めるまでは2000使ってたのかな。ちょっと記憶が今曖昧だけど、はい、でもちょうどマベリックを辞める辞めないぐらいの頃に2000も同時に辞めてるから、はい、ああなるほど、うん、で今も今ファントムやってるけど今も1959四つ穴に、はい、G3 の中のディストーションで質問してる、はい、ああそうなんですか。僕すごい G3 が特に N がすごい気になってて、うん、N やっぱりいいですかね。俺はね3の N は持ってないけど5の N を持ってる。はいはいはい。で実は今俺 5N をファントムでは使ってる、メインで。あ、そうなんですか。 5N のみ。へえ。他はパワーアンプだけ。ああ。だからマーシャルも使ってない。あ、そうなんですか。そう、軽いから、なんすよ、ステルスアップ、パワーアンプ分かる、はい、ステルス、ステルスとその G5N を使ってそれだけで音を作ってる。へえ。そういうの聞いたらやっぱり N 欲しくなりますね。あれね、俺が知る限りあのクラスの値段帯、要は2万とか3万とかで買えそうな値段帯では一番いいと思う、はいはいはい、あ、もちろん高いのは持っていいんだけど、はい、例えばケンパーとか何十万も出して買うとかさ、クラクタルとか買うとかさぐらいやるんだったら3万円で負けない音出るから、はい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 、俺はそれで十分かな。いや、特に今ケンパ使ってる人すごい多いんですよね。多いね。あれ楽なんだってらしいですね、うん、俺には使いこなせないなと思って。あ、僕もそう思いました、うん、これそれこそ君彦が、はい、一時期使ってて、あ、はい、あ、今の君彦さんケンパ使ってないんですか。やめたって、やっぱ使いづらくて。あ、そうなんですか。もうあれわけわかんないから、もう嫌ですって。あ、そうなんですか。そう、キミヒコはなんかそれでケンパ使ってるのを横で見てて、はい、これは俺には無理だなと思って、お一瞬欲しかったんだけど、はい、あ、俺シミュレーターで多分もうダメだと思って苦手だから。でも G5N も結果シミュレーターじゃん、はい、であれ中のパッチで1959あるんだよ。あ、そうなんですか。マーシャルの、はい、で俺それを呼び出して自分の1959と、はい、G5N と両方置いて、はい、本物の1959の低音と同じ音になるまで、はい、G5N の1959いじった、はい、同じ音だったんですか。ほぼほぼ一緒。多分ね、聞いてる俺は違いが分かるけど、はい、聞いてる人は分かんないよ。マジっすか。そう、唯一違うのは、はい、本物はダイナミックレンジがあるから、はい、レンジ広いのよ、はい、出力レンジが、はい、G5N はデジタルだから、はい、98dB だっけ、93dB だっけ忘れてるけど、はい、までしか出ないから上と下がない。あ、そうなんですか。そう、だから CD の音みたいになってる。ああ、だから生の1959をレコーディングして CD にしましたっていう時の音がする。ああ、じゃあちょうどいいですね。 G5N はね、だから今時の PA システムとか、はい、LINE 入力とかで使うんだったら、はい、生のマーシャルよりはむしろ G5N の1959のあのシミュレーターの方が全然使いやすい。音もほとんど一緒だし。やっぱり買おうかな。俺は今もうそれで全部やってる。あ、要はそれベースにして、
G5M 中のディストーションとか、はい、コーラスとかそういうの、はい、いわゆるディレイとかを組み合わせたパッチを何種類か、何種類とかあれでもボタン4つしかないから、はい、4種類作って、はい、バッキング用と、はい、歪み系のリード用とクリーンと、はい、あともう一つそのギミック用、はい、4色の音を作っておいて、はい、曲ごとにそれ作っておいて、曲が終わったら次のパッチセットを呼び出してる、はい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 、操作性もすごい楽なんですか。楽。ああ、買おうかな、やっぱり。俺的にはね、あれが一番直感的にいじれるかな。あ、他のメーカーのやつって液晶のパネルが見づらいんだよ。はい、ボスとかいいんだけど、音いいんだけど、とっさの時にどのボタンを踏んだらいいのか分かんなくなっちゃう。あ、ってなるんだけど、僕はあのボスの GT8 でしたっけ、うん、あれ持ってたんですけど、あのダメでしたね。相性は合わなかったですね。俺ね、 GT3 と GT5 と使ってたんだけど、はい、やっぱ俺もボス苦手っぽい。なんかボス特有の音がするんですよね。なんかね、作り込みの幅が狭いっていう。そうなんですよ、そうなんですよ。なんていうの、もっとこうしたいんだけど、なんでここ出ないのみたいな。そう、あの同じ音しか出ないんですよね。そう、だからマルチはもう、空間系で使う形で、最近はずっと考えてたの、はい、この G3 も含めて、はい、で G3 の中 そのアンプシュレーターはあんま大したことないから、はい、だからもう空間系と雑多な歪み、例えばもうメタルサウンドみたいな大雑把な歪みはもうこれでいこうと思ったけど、はい、細かいニュアンスはアナログエフェクターの方がいいなと思って、だから今まではそのアナログと G3 と混在してたところなので、でも N になってから、はい、アンプシミュレーターがめちゃめちゃ良くなって、はい、今言った通り1950そのまま出るようになったから、はい、もうこれでいいんじゃないと思って。ああ、その場合ってライブの前 PA のダイレクトに PA からシミュレーターの音を出してるんですか。いや、俺はだからそのステルスアンプを使って、はいはい、キャビネットから音を出す。あ、でマーシャルのキャビが置いてあればもうそれに全部ステルスつないで、はい、で G5M つないで、はい、それでライブにする。へえー、いいな、真似しようかな。それでもう何回もやってるけど特になんか変な顔されたことはない。あ、サウンド的には。いや、キアサの音は普通にいいじゃないですか。キアサのサウンドになってますよ。そう、ええ、いや、だからこの間、この間ですもう2年ぐらい前だけど、はい、クラフトホールで演奏することがあって、はい、で、ちょうど木下君いて、サウンドの、はいはい、で、どうって聞いたら、はい、別に変じゃないよって言ったから、はい、あ、じゃあいいんだなと。それ前にフラワーでファントム呼ばさせてもらった時に、うん、音しっかり聞いたんですけど、これ本当にマルチで音作ってるのかなみたいにすごい不思議だったんですよ。前やった時は G3、 今日持ってきてこれ、はいはいはい、これで8割作す。おー、だからこの中の歪みを使って、はい、ほぼほぼこれで完結してるから。あ、そうなんですか。あの時は、一応念のためにアナログのエフェクターも2つ3つ備えてはいたんだけど、はい、RC ブースター以外は全部僕だから。 RC とこれだけだ。あ、そうなんですか。基本的にはいい音してるなと思って聞いてたんですよ。あとはあの時マーシャル使ったんですよ、はい、あれも自分のところの4つ穴マーシャルだから、そういう感じで使ってた。基本的に好きな音ってもうここ何十年変わってないから、はい、自分の出したいとか。だからどんな機材持ってきても結局同じ音になっちゃうんだよね。あ、それありますね、うん、僕新しい機材買ったりエフェクター新しい歪みを買ったりして、うん、僕的にはすごいやっと音が良くなるみたいに喜ぶんですよ、うん、でもメンバーにから言わせると、うん、全く音変わってないよって言われる。それはね、毎回ある。俺は機材入れ替えるために自分的にはこれで良くなったと思ってるの、はいはい、で聞いてる人は何って変わったんですか。そうなんですよね。
何も変わってないよ。ピックアップ変えても音変わってないって言われる。そうそう、言われる。あれって多分、自分の耳がイコライザーにもなってるんじゃないかと思うんですよ。だから何をか買い替えても、うん、求める音の音域を耳が覚えてるんで、うん、結局何を使っても同じような音になっちゃうんじゃないかなと思ってます。あ、まあそれは、だから俺も結局、自分のギターサウンドってこの音がいいなってあるじゃん。はい。それがある程度も分かっちゃうと、はい、その音しか作んなくなるじゃん。はい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 。だからレスポール持っててもストラット持ってても音も同じだったりとかする。ああそうですね、うん、弾いてる自分はさ、やっぱシングルの音は違うとかさ、はい、やっぱレスポールの音は太いなとか思ってるんだけど、弾いてる人はどっちがどっちか分かんない。ああそうです。僕だってこれとテレキャスもう一本メインに使ってても、うん、音変わらないって言われるんですよ。ああやっぱそう。はい。俺もだからね、いろんなギター持ってて、いろいろやっても、結局何使っても変わんないよって思って。ああ。だから、ある意味、もうそういう人って、自分の音が確立してるんですよ。まあそうなんだろうね。はい。多分ね。逆に言うと、もうその音しか多分出せないと思う。そうそうそう。その音しかね、出てこない。だから僕、前にレコーディングで、ビバイのレコーディングした時、一回木屋さんも来たじゃないですか。はい、行った行った。あそこで、試しにエンジニアがいいと思う音をエンジニアの人にマーシャルのつまみをいじってもらって音作ってもらったんですよね。で僕的には全くいい音に聞こえなくて、結局自分の耳がいつも求めてる音になっちゃったんですよ。それね、わかる。マヴェリックのレコーディングした時に自分で音作ってレコーディングしてるじゃん、はい、でもさ、もうあれは本気のレコーディングだったから、生のピッキングの音取ってる、アンプの音じゃなくて、ノーエフェクトの素のピッキングの音だけ、ラインで拾ってるんだ。で、それリアンプするわけよ、あとで。はいはいはい。で、リアンプするときに、そのエンジニアが思う音にされちゃってる。はいはいはい。出来上がってきた CD 聞くと、これ俺の音じゃねえな、みたいな。あ、誰弾いてんのみたいな感じになっちゃって、はい、でもニュアンスは自分なんだけど、音色が全然違うから、はい、すごく気持ち悪いんだよね。あ、分かります。これだ結局いつも自分の音が変わらないのは嫌なんだけども、うん、人にいじってもらうと余計やっぱり嫌になる。余計嫌になるんだよ、はい、だから俺アルバムのギターもあんま好きじゃないんだよ。あ、そうなんですか。いや、いい音しましたよってみんなは言うんだけど、はい、俺は本人だから、はい、こんな音じゃねえんだよなって。あ、やっぱその気持ちわかるな。ずっと心のどっかにあって、はい、でもみんながいいですねって言うから、はい、いいのかなって思ってみたり。あ、けどライブでこの音は多分作れないし、はい、出せない、自分には出せない音。あ、そのエンジニアの音だから、はいはい、サウンドはさ、はい、弾いてんの俺だけど、はい、音作ったのエンジニアだから、はい、やっぱそういうなんか葛藤がね。あ、そういう居心地の悪い感じ分かりますよ。そうそうそう。いまいちこうなんか、で、多分さ、付きっきりでさ、いや、そうじゃないとかって、このエンジニアとやり取りできればさ、はい、よかったのかもしれないけど、はい、エンジニア東京でこっち北海道じゃん。はい。だからさ、そんな密に打ち合わせもできないし、はい、付きっきりでああしろこうしろっていうのも無理だし、はい、ある程度も丸投げしてお願いしますっていうしかないの。はい。エンジニアの人に。エンジニアの人は、じゃあ、いちいちどうですかどうですかってやりとり何回もしてるのも合わないから、はい、バーって作っちゃうじゃん、向こうも仕事だからさ、はい、してしかも向こうもプロだから、はい、一定のクオリティはクリアしちゃってるんだよ、ちゃんと。だから文句のつけようがないの、はいはいはい、もういい悪いじゃなくて好みの問題になっちゃうから、好きか嫌いかあるから、嫌いですって言ったところでダメじゃないから、嫌いなだけで。でも商売的に考えたら好き嫌いはともかくダメじゃなかったと思うけど、はいはいはい、だからもう OK 出すしかない。あ、だからダメじゃないからさ、はいはいはい、いいんだけど、ただ自分としては好きじゃないから、はいはいはい、嫌いだなって思ってても、はい、俺の個人的な感情でさ、はい、発売中止にはできないわけじゃん、ね、だからしょうがないから、ダメじゃないからまあいいんじゃないですかねって、しぶしぶ認めちゃうしか選択肢が残ってない。ああ、それはある意味きついですね。きつい。だから結構フラストレーションになったんだよ。あ、
あ、全然自分のサウンドを出せてないし、はい、でプレイ自体 もうマヴェリックっていう、 もう出来上がってるバンドに入っちゃったから、はい、こう自分でこう想像して作っていくっていうんじゃなくて、すで、はい、にできてるイメージを再現するっていうスタイルになるじゃん。なるほど。あれがゼロから始まってたバンドで、ゼロから自分が参加してるんだったら、はい、自分のカラーも含めて、はい、そのバンドサウンドっていうのをこう構築していく過程っていうのがあるから、はい、そんなんでもないんだけど、あれはもうあらかた出来上がってて、はい、こういうものですっていうそのなんか見本っていうかさ、はい、モデルがあって、そこに後から自分が入ってってるから、はいはい、自分の個性でしっちゃかめっちゃかにはできないわけで、ある程度その元々あったスタイルにこう迎合してっていうか合わせていかないと、はい、そうするとやっぱプレースタイルも自分の本来のスタイルとは全然違うことになったりとか、しなきゃなんない場面も出てきて、はい、そういうのって最初のうちは面白かったんだけど、1年2年やってると、はい、結果フラストレーションになってくる。ああ、なるほど。で、あの当時ちょうどほらレコーディングして海外行ったりとかやってたじゃん、はい、でレコ発のツアーとかもあるから、新曲とか作ってないのよ。あ、そうなんですか。あの時代に俺が在籍してた2年半ぐらいの間は新曲ってできなかった、全て過去の曲を今のメンバーでやり直してるみたいな、なので全くサラで出来上がった曲が1曲もないんだよ。そうだったんですか。俺が入ってから使ったってのはないから、だからなおさらなんか借り物感がすごかった。自分っぽくない、全てにおいて。その気持ちはすごい分かるかな。だから結局それが解消できなくてこうやめてくる原因にもなったんだけど、まあ、それだけじゃないけどね、はい、それだけじゃないけど、やっぱそういうのも原因の一つっていうか無視できない原因の一つだったから、まあね、やっぱサウンドってこだわり始めるとさ譲れないじゃん、ギタリストで。譲れないし、あのゴールが見えない。そうそうそう、ゴールがどこなのかも分かんないし、好きな系列っていうかこんな音みたいなイメージがあっても、はい、例えばさ今朝起きたイメージと今寝る前のイメージとじゃ同じことを思っても全然違うわけじゃん。っていうことはもうその都度その都度違うイメージがあって、はい、まあ、イメージとして一緒なんだろうけど、はい、違う出し方っていうか感じ方をしてて、はいはい、毎度毎度違うんだけど、はい、聞いてる人はみんな一緒に聞くんだよ、だそれがなんかどうしたもんかなみたいな。あ、分かるな。だからそこがもうなんかそのゴールがないみたいなところにつながってくるみたいな、はい、あ、だから僕バンド変わってもギターの音色変わんないですよ。そうだね、はい、うん、それはもうここ何十年見せて分かるから、はい、石塚だね、いつも石塚だねみたいな。変えてるつもりなんですよね、僕としては。ジャンルが違うんで。あのね、フレーズが変わってる。フレーズが変わってるんですよ、うん、フレーズはね、ジャンルに合わせて、はい、あえてあの系列のフレーズは使わないようにしてるんだなってのはなんとなく分かる、はい、でも音は一緒。ああ、へこむなそれでもそれは多分ね、みんなそうなんじゃない。もうあの毎回リハ入るたびに音作り研究してますよ、うん、そうなんだ、はい、俺もね、最初の頃やってたんだけど、今はもう決まった音から変えないようにしてる。多少変でも、変に思ってても、昨日と同じセッティングだったらそれでいいことですよ。そう、その例えば湿度とか温度とかでも音の伝わり方違うから聞こえが変わるじゃん、そういうの気にしてたらもうラジが開かないから、機械的に決まってる部分が決まってれば、もういいことですよ。ああ、なるほどね、うん、そういう考え方もあるんですね。そう、あとはもう自分の気分をどこまでもこう自分で盛り上げれるかってだけで、聴いてる客はその例えば質とか何パーセントが違ったので音の伝わり方が違うんですよねみたいなところまでは多分分からないと。あ、そうです、ね、気にしてないと思う。意外に自分で今日のサウンドダメだったなと思ってても、うん、お客さんには「いや、よかったよ」って言われたんですって。あるある、もうよくある。よかったのみたいな、なんか妙な変な不満感が出てるんですけど。わかるわかる、俺もね、そういうことよくある。だから本当にね、気にしないようにしてる。あ、話し
込むぐらいあっという間に1時間経つの。へえ、意外と早い。結構ね、時間経つの早くて、毎回ね、これやってると、本当毎回ね、すぐ時間経つよね。ということでね、今日も、そろそろいい時間になってきてるんで、告知コーナーやるかな。告知らしい告知は、フラワーは今なくて、そう、6曲入りミニアルバムの、制作をしてるんですよ。で、今の僕がね、音作りとかをしてる段階なので、そのアルバムができたらライブをやろうという話になってるんで、レコハツが多分今年最初のライブになると思いますよ。いつぐらい？いや、ちょっと分かんないですね。結構ドラムで今、音作りで手こずってるんで、ドラムの音さえ決まってしまえば、あとは、うちのメンバー僕以外うまいんで、ベースとかすごいうちのベースうまいんで、すぐ取っちゃえると思うんですけども、あとはギターサウンドですね。今回ぐらいは、なんとか変えたいなと思ったんですけども。やっぱクラウチ系？そうですね、今のフラワーって昔より沈んでない曲と極端に沈ませる曲、2パターンがあるんですよ、はい、だからそこら辺のニュアンス作りがちょっと難しいですね。なるほどね。じゃあ年内発売予定ってことでいい？そうです。多分夏までにはできると思います。なるほど、ね。夏から秋にかけてはライブがあるよと。ありますね。はい。そんな感じ。俺も多分ね、今年は秋口にはもう東京決まってるから。あ、そうなんですか。それはやろう。その前に仕事で新メンバーお披露目ライブをやりたいなと思って。あ、いいですね。今いろいろやってるんだけど、はい、なかなかいいブッキングがなくて。あ、なるほど。ブッキングもうここ5年ぐらいは本当に選んでやってるから、はい、年間のライブ本数は4、5本しかない。ああ、いや、ぶっちゃけブッキングライブはやっぱり選ばないとダメですよね。うん、ていうか、年間4、5本でも多い方だと思うな、選んでる割には。だって、ちょっと2ヶ月に1回やってる計算だじゃん。はいはいはい、はい。大体2ヶ月から3ヶ月に1回1本やってるぐらいだから、はいはい、選んでてその頻度でできるってのは結構そうですね、はい、すごいかなって思うんだけど、なかなかいい物件かなくてないですね。でそれでだから俺もバンドの方のスケジュールって今全然立ってなくて、はい、なんとも言えないんだけど、なんかどっかの誰かがなんだっけ、まあ、今みんなレコーディングしてるらしくて、あちこちでレコ発あるからみたいな話は聞くんだけどね、はい、まだうち自体がいついつに動けますっていうまだ言い切れないんで、はい、まあ、返事は出してない状態。ああ、そうだったんですか。そうなんだ。まあそれで、そうね、あと俺の予定としてはね、はい、明日の昼、ノースウェーブ、北海道全域、明日の昼ノースウェーブのゴーゴーラジオでゲスト出演で生放送で喋るので、はい、北海道の人は明日の昼間12時15分からだったかな、やるんでノースウェーブをちょっと聞いてくれるとまたこの声が聞けますよっていうのが一つ告知ですね。告知告知で、明後日は、すすきのブロコでいつものフリーセッションパーティーがありますんで、はい、札幌の方はぜひ参加してくださいっていうのが一つ、はい、で今回ね、一押しでやってるのは今月末20、30、31日、はい、紫の伝説の沖縄ハードロックバンド紫の、はいはいはい、ドラマーの宮永さんが札幌でライブをやってくれるんで、はい、でそこに日本の地味編と言われている中野茂雄さんが上演として、はいはい、多分もうこのコラボレーションは二度と見れないと思うんで、特に北海道で、はいはい、でそれを今月の29、30、31で、はい、29日がブロコ、札幌ブロコで、30が
ホットタイム、はいはいはい、31番江別のタウンラウンドで、はい、という、まあ、俺のホームばっかりなんだけど全部そこでね、その3デイズをやります。で、30日はサブリダイヤの木下昭人とか、はい、あと島山武則とかも、はい、ゲストインしてくれて、すごいですね、でパーティー的な感じでやるのと、はい、あと釧路から、はい、デッドストーンクレイジーっていうこのまた活かしたバンドが、もう最近イケイケの活かしたバンドがわざわざ、ね、オープニングアップのために釧路から来てくれるという素晴らしい状態にセッティングできたん で、あとサポートメンバーはもう地元の屈指の連中が、はい、っていうかあの俺王様の企画ライブやってるの、はいはい、年2回その時札幌の連中で家来バンドっていうのを作ってるんですよ、はい、王様のバックをやるために、はい、その家来バンドのメンバーが今回みんな手伝ってくれる。ああ、そうなんですか。そうそうそう、かなりね豪華なイベントに特にホットタイムはなるんじゃないかなって、はい、でブロコの方はねお店が狭いから、はい、もうほんと1メーター2メーターぐらいの距離で、はい、その往年のいぶし銀プレーが堪能できるというので、はいはい、とてもレアな状況になると思います、はいはい、普段だったらね、もうステージ遠いから手元なんか見えねえぜみたいな、はい、ところになりそうなんだけど、はい、ブロコはもうほんと目の前で、はい、もうかぶりつきで見れちゃうんで、あ、そういうの見たい人はぜひブロコに来てほしいな。あ、いいですね。30、31日のエベツタワーランドは、はい、その日本の地味編長野茂雄さんと、はい、あのキア編の俺が地味編バトルをやるという企画イベントなんで、はい、まあ、その地味編バトル見たい人はエベツのタワーランドに来てねっていう。あ、もうまあ地味編バトルというよりは、まあ、俺が胸を貸してもらう的な感じになると思うんだけどね、結果的にはね。けどね、かなり面白いと思うんです、それはそれで。そうですね、皆さん見に行きましょう。そう、見に来てください。まあ、そんな感じで、今月の告知はこんなもんかな、もうないよな。ないな、ない、よし、大丈夫。大丈夫ということで、今日はこれにて終了かな。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。